日前投票はオンライン宣誓でスムーズに。マイナンバーカードを使ってオンラインで期日前投票の宣誓をしましょう。事前にオンラインで宣誓することで期日前投票所にマイナンバーカードだけで入場できます。これは養父市のマイナンバーカード利用創出事業の一つで、将来のオンライン投票に向けた取り組みです。オンライン宣誓はたったの3ステップ。まずは初回登録をします。歩数ポイント事業や養父市高齢者スマートフォン購入補助事業に参加したことがある人は登録できているので、ステップ2から始めてください。初回登録に必要なものは、マイナンバーカードを読み込むスマートフォン、マイナンバーカード、ヤップルカード、マイナンバーカードの利用者証明用暗証番号と、券面事項入力補助用暗証番号です。はじめに画面の QR コードを読み込んで、都市 OS 共通サービスアプリをインストールします。次に画面の QR コードを読み込んで、初回登録についてはこちらを押します。マイナンバーカードの暗証番号を入力したら、次へボタンを押します。マイナンバーカードをスマホに当てて読み取り開始を押します。 iPhone を使っている人はカードの住所欄が見えるくらいの位置にセットしてください。Android スマホを使っている人は、機種によって読み取り場所は少し違いますが、スマホの背面の真ん中か真ん中より上にカードをセットすると読み取ります。読み取りが完了したら、マイナンバーカードが登録できました。登録ボタンを押すとカメラが起動します。ここからは、ヤップルカードを登録します。カメラでヤップルカードの QR コードを読み込みます。うまく読み込めない場合はヤップル ID を手入力を押して、カードに書かれた ID を入力してください。読み込んだ ID が正しいか確認したら、パスワードを登録します。アルファベットの大文字と数字を含む6から12文字のパスワードを決めて入力してください。ここで登録したパスワードはログインに必要なので、忘れないようにしてください。これで初回登録ができました。ステップ2はログインです。初回登録をした人は、このままログインしますかと表示されるので、次へを押してください。ステップ2から始める人は、画面の QR コードを読み込んで、ログインボタンを押してください。ヤップル ID かマイナンバーカードでログインできます。どちらか一つを選んでください。ヤップル ID を選んだらカメラが起動します。ヤップルカードの QR コードを読み込んで、ステップ1の初回登録で登録したパスワードを入力してください。次へを押してログインができました。マイナンバーカードを選んだら、暗証番号を入力してマイナンバーカードの読み取りをしてください。ログインができました。いよいよステップ3、オンライン宣誓をしましょう。オンライン投票のボタンを押します。期日前オンライン宣誓のボタンを押します。宣誓をする選挙の名前を確認し、選択を押します。カメラが起動したら、投票所入場券のバーコードを読み取ります。カメラが起動しないときは、番号直接入力のボタンを押して、はがきに書かれている数字を入力してください。入力した内容を確認して、次へボタンを押します。マイナンバーカードの暗証番号を入力して、次へボタンを押します。マイナンバーカードをセットして、読み取り開始ボタンを押します。宣誓の文面を読んで、氏名、生年月日、
住所、性別に間違いがないことを確認したら登録を押します。最後に期日前オンライン宣誓について同意を押したらオンライン宣誓は完了です。あとは期日前投票所でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで入場できます。このオンライン宣誓の手順は選挙公報に記載されています。初回登録の手順は養父市ホームページでも公開されています。わからないときは、養父市デジタルファースト課へお問い合わせください。